つ新たな中堅らしいです。今日もですね、ジュラシックワールドを作っていきましょうということで、前回こちらのですね、クロロフォサウルスというですね、謎のトサカがある新種の肉食恐竜をゲットしたらしいさんでございます。あとついでにって言っちゃ失礼ですね。こちら側にはトロオドンをですね、飼育することに成功いたしましたが、こちらのね、方を見ていただきたいんですけども、危険な肉食竜を、たくさん捕獲しなければいけないというね、現在のミッションを追っているところでございます。というわけでですね、どんどん新しい肉食恐竜をですね、ゲットしていこうというところでございます。じゃあ早速ね、新しい恐竜をゲットしていきましょう。調査センターを見てみるとですね、たくさんの肉食恐竜がいろんなところで悪さをしています。メトリアカントサウルスいいですね。あとはディロフォサウルス、頭数多い系アロサウルスね、で行くのか、大型で行くのか。で、これですね、ヘレラサウルスっていうのが、まだラッシーさん、見たことない。また新種の恐竜でございますね、ヘレラサウルス。ちょっとギガノトちゃんに似てる感じが、なんとなくしてるんですけども、ヘレラサウルス行ってみましょうか。じゃあちょっとね、ヘレラサウルスを捕獲してもらえて、行きましょう。さあ行くぞ、レッツスタート。じゃあちょっと彼らが調査開始している間にヘレラサウルスの檻を作っていきます。さあヘレラサウルスちゃん、一体どんなね恐竜なんでしょうね。ラッシーさんには見当もつきませんが、初めてね出会う恐竜なので、一旦絶対必要な水場は作っておきました。あとも観察施設を作ってあげれば、まあね一旦これで住める状態にはなったんじゃないですか。はい、あとゲートですね、ゲートと見張り台作っていきましょう。さあすでにですね、観察、待機所も、割り当ても完了しておりまして、あとは恐竜の到着を待つばかりといったところでございますが、ここではい来ました、ヘレラちゃんを、おし3匹ともゲットできました。じゃあこれ早速ねここに呼び寄せてみたいと思います。さあどんな恐竜が来るんでしょう、楽しみですね。おっと早速飛んできましたよ。さあやってきたヘレラちゃん飛んでまいりました。緑の恐竜でございますが、どんな感じなんでしょうね。降りてきます。いや今ここで着陸しました。大きさ的には中型かな。ちょっとラプトルっぽい感じだった、ギガノトっていうよりは中型肉食恐竜ですかね、大きさ的には。ちょっとどんな恐竜なのかねまだ分かりませんが、なかなか賢そうな面構えをしてますよ。ラプトル系のやつなのかな。あ、早速観察が走ってますね。あ、病気になっております。これはいけません、森林不足。ちょっと、病気になってるっぽいので、まず治療を迎えませましょう。傷ついているみたいですね。ちょっと治療してあげてください。さあ診断をしつつも、この子たちが、住みやすいね、住環境も整えてあげなきゃいけません。森林不足ですね、獲物が欲しい感じで森林不足。 OKOK、 じゃあ森林をね、追加してあげましょう。その前にまず獲物を置きますよ。はい、奥の方にですね森林を作ってあげましょう。これぐらいあればいいんじゃないでしょうか、どうでしょうか。 OKOK、 心地よさかなり良くなりましたね。はいはいはい、怪我、軽度の、骨折みたいですね。これぐらいだと、あ、森林もうちょっと足りないのかな、縄張り的には。あ、全部入ってる。もうちょっと森林を増やしてほしいって感じ。あ、奥まで今縄張りが形成されてないから、奥まで形成されれば足りるんじゃないかなって感じですけどね。まあ空き地もちょっと余裕があるんで、森林もちょっと作ってあげましょうか。しょうがないかね。はいはい、こんな感じで OK、 これ完璧でしょう。さあここでね治療が必要ですけれども、この子たちは骨折はこれ運ばないとダメなのかな。さあどうでしょうか、投薬して治るものかね。軽度の骨折だから投薬でも治りそうな気がするんだけど、治療しないと、あ、ダメっぽいですね。やっぱ治療していかないとダメなんだ。じゃあ1匹ずつ眠らせて、治療していきましょうか。じゃあしょうがないな、こいつらをちょっとね眠らせていきます。さあ眠らせることに成功しましたね。まず1体ずつ輸送して治療していきましょう。あ、やっぱ重症じゃなかったら大丈夫っぽいじゃん。なんだよ、ちょっと待って、タスク許可、タスク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 、
タスクを解除できないの。なんだよ。さっきできなかったよね。ちょっと待って待って。バタバタしちゃった。ごめん。ちょっとぐらついたね。ちょっとね、この辺の仕様がよく分かってないんですよね。傷病未確定になってんだよな。なんでなんだろう。ここの仕様がちょっとよくわかんないですね。まあでも重症じゃなければ治療はいらないということは分かったんで、じゃあ一旦これをちょっとこれを止めましょう。こいつら治ってんじゃん。いつの間にか。謎すぎんだよな。ちょっと反応が遅いのかな。ラッシーさんの操作が早すぎる系かもしれないね。さて、まあヘレラちゃんもね、まだ治療が終わってないですけど、まあそのうち治療終わるでしょうということで、ここまで来ても半分しか終わってないの。まだあと倍ぐらい恐竜を飼わなきゃいけないみたいです。結構大変だねこれ。これ土地どうなってんだ。あ、こういう感じ。じゃあちょっとこっちの方に拡張していかないとダメだね。これは難しいな。あ、この子だけどうやら重度骨折になってしまったようだ。これちょっとラッシーさんのせいかもしれん。ごめんな。ちょっと分かんなかったんよ。仕様がいまいち。まあ、この子はこれで直してあげます。というわけで、じゃあまた新たなね、恐竜をじゃあゲットしていきましょう。はい。というわけでね、新たな肉食恐竜をゲットしていきたいんですけども、ちょっとポイント高そう。アルバートサウルス1体だから、死者も出てるし、これはかなり、メトリアカントサウルスもちょっと強そうなんだよな。アロサウルス、いやここはちょっとアルバートサウルスじゃないですか。一体っていうのがちょっと気になりますよね。うん、ここはちょっとアルバートサウルスでいきたいと思います。さあどうなんでしょうかね。これ何を、優先したらいいのかがよくわかんないんだよね。はい、というわけでですね、アルバートサウルスが来るまでの間ですね、この子の治療が完了したみたいです。どうやらこれでもうこの子は無事にね、なったみたいなので輸送していきたいんですけど、よいしょ、元の檻にね戻してあげましょう。よいしょ、はい、来ました。ここでアルバートサウルスの捕獲に成功しました。ちょっとおじさんっぽいんだよねアルバートサウルス。早速輸送してみましょうね。まだ全然そういえば用意してなかった。ここ森林が一応あるからこれ残しておく。自然の森林、いやでも一回ちょっと全部自宅した方がいい。これをなくしといて水を作ってあげようかとね。さあ早速ねやってきたアルバートちゃんでございますが、おーいいですね。まあ大型肉食恐竜と言ってもいいんじゃないでしょうか。アルバートちゃんぐらいのこの眉毛が素晴らしい眉毛をしてますね。うん、かわいいですね。色がちょっと綺麗になったかな昔から比べてね。はいはいはい、今ちょっとねステータスチェックに向かってくると思いますので、来た、来ないか。おっと、ここでフェンスを壊されました。アルバートサウルスが暴れている。どうしたどうしたどうした。ちょっとちょっとですね、やっぱレンジャーチームが足りなくなってきてますねこれはね。やばい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 、人間を襲うんじゃないかこれは。これはいけません。ガブリ食われてしまった。なんということ、人間が食われてしまいました。これは資産価値が落ちてしまいます。お、危ねえ、速攻で倒してくれた。いや危な、ちょっと待って、ごめんごめんごめん。さあちょっとね、やっぱだいぶこれぐらいになってくるとレンジャーの数が足りなくなってきちゃうんよね。だからレンジャー増やさなきゃいけないんだけど、ケチるとこうなっちゃうんですよね、なかなか。まあ、だいたい檻3つに1個ぐらいの割合で作っとかないときついのかな。はい、アルバートサウルスが戻ってきました。どうでしょうね、ステータスチェックを早くしてほしいんだけど、これ優先度とかね、タスクの優先度とか触れるといいんだけど、ちょっとねできないんですよね。一応ここチェック入れてるんだけどね、なかなか来ないんですよ。ボタン作るか、対応施設もう一個。はい、ケチらないでもう一個作りましたんで、こっちにね、タスク追加しましょう。一旦これ外してあげて、ここに割り当ててあげる。多分これで、あ、来た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 、様子を見に行ってくれますね。オッケー、ここからはこっち側のレンジャーに頼みましょうね。やっぱレンジャー多少余裕がないとやっぱきついですね。さあやっと
アルバートちゃんの様子見ができます。どうでしょうか。早くステータスチェックしてくれよ。はい、獲物、岩、砂、水か。砂地にどうやらいるみたいですね。あ、しかも病気だ。それ機嫌悪くなるわな。ちょっと病気を見てもらってる間にちょっと砂地を作ってあげよう。やばい、怒ってる怒ってる、めっちゃ怒ってんで、ね、ちょっと待って待って、急いで作る急いで作る。ちょっと待って、落ち着け落ち着け。砂と岩だったよね。まず砂、これだ。砂地を一気に作ってあげよう。全部砂地にしちゃおう。ここドーンって、 OKOK、 落ち着け落ち着け。どうやら砂地に住んでいる恐竜ということみたいですね。アルバートサウルスは砂漠地帯に住んでたのか。わざわざ、いやー、また怒ってる、怒すぎやん君。大変だー、食われる、また食われる食われる。めっちゃこいつ人間襲うんだけど、人間襲いすぎよ君。めっちゃ隊員が死んでんじゃん、うちの。ちょっと待ってちょっと待って、食べすぎ食べすぎ。めっちゃ凶暴だねアルバートサウルス。機嫌が悪いからなんかな、これ。なかなか、バリオニクスくんとかね、パート1の時出てもあんまり、誰か建物の入ったね。結構リアル。そうなんだ。あんま狙わなかったんですけどね。よしよし、今のうちにね、ちょっともう施設を直しつつ治療しちゃいましょう。さあ、ようやく、ね、治療が完了して、アルバートちゃん元の檻に戻りました。さあ、どうでしょうか。水不足。結構水、水オッケーや、睡眠中。まだ縄張り形成ができてないんだろうね。オッケー、心地よさ上げてあげたんだが、いや、これでも1876、マジどんだけこれ飼育しなきゃいかんのか。すげえな、初じゃない、こんなに飼わなきゃいけないの。まあじゃあしょうがない、アロサウルス、ディロフォサウルス、メトリアカントサウルス、こいつらもゲットしていくか。じゃあメトリアカントちゃん行くか。ちょっと待って、職員の疲れが溜まってきている。大丈夫か、頑張れ頑張れ。はい、来ましたよメトリアカント。あー、ちょっと全然変わったねメトリアカントちゃん。もっとなんかしましまな感じだったんだけど、2匹しかゲットできなかったが、 OK、 これでまた種類が増えたぞ。到着しましたメトリアカント。あ、しましまなってますね、やっぱちゃんと。ちょっと絵が、あの絵がちょっと違かった感じかな。ちゃんとしましまなってますね。緑の島がかっこいい顔についてる。あ、ちゃんと個体差があるのかな。こっち緑の、あるね、あるね、あるね。緑の島がないって、あったね。いや、かっこいいね、やっぱメトリアカントちゃんは。さあ、ステータスチェックが入りました。どうでしょうか、住み、いいじゃん、何にもしてないけど住み心地めっちゃいいじゃん。何が足りないかというと、水と森林ですね。はいはい、でも森林好きそうだよねメトリアカントちゃんはね、なんかね、模様的にもやっぱりこう隠れてる感じするよね。よし、こんな感じと水を少し増やしてあげましょう。おっと、病気にかかりましたね。ちょっと待ってくださいね。メトリアカントちゃんは OK、充足している。そして、この子が病気にかかっちゃいました。あ、かなり上がったんじゃん、メトリアカントちゃんのおかげで。これはもう何によって上昇してんのかがよくわかんないっすね。もうガンガン連れてこよう。はい、ここでね、ちょっと新たな現象が起こりました。狂犬病にかかったんですけど、狂犬病の研究をするには狂犬病のこいつの写真を撮らないといけないみたい。これじゃ無理だ。ちょっと待って、対応施設どこ行った。ジープがいねえ、ジープ、ちょっとこういう時にジープ。あ、いたいたいた、ちょっと失礼、ちょっと失礼。狂犬病の写真撮らせてくれる。さあ、狂犬病の写真どうだ、これ取れた？取れたっぽい。オッケーオッケー。これで研究できるっぽいよ。こういう細かいの結構いるんだね。狂犬病が、あ、何もうできたの薬。なんか写真撮ったら勝手にできるっぽいね。だんだん難しくなっていくのかな？もしかして研究の仕方が。そういうことかもしれんな。とりあえず狂犬病問題はなんとか解決しました。アロサウルスが来る前に解決してよかった。
さあここでアロサウルスが来ました。やばい2匹、くそ。ラッシーさんの予想では1匹しかゲットできないという想定でここについてちょっと狭めになってしまっている。これはきついかもしれません。少し拡張しないとダメかな。アロサウルス来た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 、ニート、ちょっときついかな。強制の問題出てくるかもしれない。あ、でも2頭だからね、大丈夫かもしれない。私が間違っていなければ危険度はかつてないほど高くなっている。そして私は間違っていない。私たちが恐竜たちとの新たな関係性を見出す最先端よ。過去をよく理解できるからこそ、かつてないアイデアを生み出すことができる。そうしようじゃないか。僕らはあの事故を乗り越えようとしているんだ。まあ言わせてもらえれば、あれは偶然の事故ではなく、分かっていなかっただけだ。我々の人類の過ちは、嘘でも十分な時に真実を知りたいと望んでしまうことにある。この遺伝子操作で生み出された恐竜たちは、我々が作り上げた通りにリアルだ。人類は長いこと犬や猫、家畜たちを交配し品種改良してきた。何のために？彼ら動物たちのためではない、人類が利用するためにだ。それは僕らが同じことをしていると。君はどう思う？どれほど些細で筋の通った接触であっても変化がもたらされる。違うか、ドア博士、教えてくれ。現段階ではそれは受け入れるしかないことよ。今ここですべきなのは、とにかく恐竜に最高のケアを与えること。あとはなるようにしかならないわ。ああ、なんて素晴らしいカオスな考え方だ。さあ、マルコム博士がめちゃめちゃなんか言ってきましたけどとりあえずポイントは確保したっぽいよ。どこが空いてんだろう。どっか檻が空いてるって言われてるんだけど、今檻を拡張した時に多分うまく繋がってないんだと思うんですけど、ラッシーさんの目にはすげえ繋がってるように見えてるんですよね。ちょっとこの辺微妙なところですかね。こうしてどうだろうね、繋げる。あ、今日いなくなってここだったみたい。ちょっとわかんないけど、森林不足ですけれども、多分今縄張り範囲がねこれ狭いからあれなんですけども、もうちょっとこっちに来てくれれば縄張りもね広がるはずなんで、よしよし、そうだそうだ、広がれ広がれ、森林不足が解消されるはず。縄張りを広げるんだ、もっと。そうだそうだ、どうだどうだ、まだ足りない。来た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 、オッケーオッケー。これでポイントは来たけど、あと心地よさをみんな 80% 以上になってるので、これでクリアできるはず。さあこれ最後ちょっと無理やりですけれどもね、まあいいでしょう。これ結構大変だね、こんだけの種類の恐竜飼うのは。なかなか厳しいものがあります。さあ、あと30秒でございます。頼むよ。はい、ミッション完了しました。 OK です、 OK です。はい、というわけでね、ニオーク族の言葉だが、意味は殺し屋の警告だ。実にふさわしい。弱肉強食の世界、狩る方も狩られる方も絶えず進化している。サイズ、見た目、力、視力、速さ、すべて生存という課題一つのために知能は研ぎ澄まされていく。進化とは永遠に続く軍拡競争だ。終わりのない戦い、それが命。命は変化を受け入れる。そして恐竜が殺し屋の渓谷に戻ってきた。その恐竜がヨセミテにすまんかって、しばらくは残る。だが彼らはいつかまた旅立つだろう。いやー、怖いこと言われましたけれども、カルフォルニアクリアしました。次はモササウルス来るかもしれません。ぜひ次回をお楽しみに。というわけで今日はこの辺でまた見てね。バイバイ。